ローラ・ルース・ハリアーは、アメリカ合衆国の女優、モデルである。2013年にソープオペラ、ワン・ライフ・トリブでデスティニー・エヴァンスを演じて知名度を上げた。2017年に、スパイダーマン、ホームカミングのリズ・アラン役で、映画デビューする。1990年3月28日に、イリノイ州シカゴで生まれ、エヴァンストンで育つ。偉人主観の子である。 2004年から2008年までエヴァンストン、タウンジップ高校に通う。父は保健業界人、母は言語病理学者である。弟が一人いる。18歳の時にニューヨーク大学、ガラピンスクールオブインディビジュアライズドスタディで学ぶためにニューヨークに移ったが、モデル業を始めたために入学を延期する。ハリアーはモデルを長く続けようとは考えておらず、女優転身のために、 ニューヨークのウィリアム・エスパースタジオの演技学校に通う。2013年にソープオペラワン・ライフ・トリブで女優デビューする。2017年にスパイダーマン・ホームカミングのリズ・アラン役でメジャー映画デビューを果たす。2017年6月には小説歌詞451度のテレビ映画版への出演が報じられたが、結局完成版ではハリアーの箇所は削除された。 2018年のスリラー映画、ブラッククランズマンでは、ジョン・デビット・ワシントンらと共演し、人権活動家役を務めた。2019年には、バロンス・ノット・シンメトリーの公開が控えている。ありがとうございます。